うわぁ！なんだこれは。ひどい。一体なんてことを。あいつ、さっきのコスモスピアになんてことを。おい、サリベーラ、出てこい。ちくしょう、一緒に逃げやがったか。とにかく、さっきの元へ行かないと。大丈夫か？分かるようになったんだな。どうしたんですか？さっきはアオトさんに入ってきた時からずっと見えてましたよ。でもアオトさんひどいです。さっきがお着替えしてる時に入ってくるなんて。でもいいんです。さっきは突然だったからびっくりしちゃっただけで。いえ、なんでもないんです。それよりそんなに慌てて入ってきてどうしたんですか？あ、さっきこの世界に大地震があっただろ。サキが大丈夫かどうか心配でさ。え？大地震ですか？そんなものありませんでしたよ。そうなのか。でも外がすごいことになってる。まるで廃墟のようだぜ。え？これは。サキヤ、多分お前と同居している人格がやりやがった。だけど知らなかったとはいえ俺も加担してしまったんだ。だからごめん。アオトさん、俺サキの世界ちゃんと直すから。それでサキヤってやつを捕まえてどういうことか問いただしてやる。アオトさん大丈夫です。サキは全然平気ですから気にしないでください。それよりもサキはアオトさんが元気がない方が心配でしょんぼりです。世界も潰れちゃいましたけど、アオトさんと二人で探せばきっと何か方法も見つかりますから。アオトさんがこの世界に来てくれるだけでサキは安心していられますから。俺の方がサキに元気づけられるなんて。よし、それじゃあ気を取り直してこの世界を直す術を探しに行くとするか。はい。新しい木が生えてきている。すごい生命力だな。世界樹アルファージュはこの世界の守り神さんなんですよ。だからそう簡単には死んだりしません。そうなのか。はい、ここから毎日たくさん生きるためのエネルギーが生まれてくるんです。なるほど、サキの生命力の源ってところか。ここですかね。ああ、なんだお前は。
おっと失礼いたしました。私はヒューマのブックル。ブックルさん、こんにちは。で、そのブックルさんはこんなところで何してるんだ？いえ、世界が随分と荒果ててしまいましたので、ここらで一つ再建でもしようかと。再建だって？それじゃあこの世界は元の綺麗な世界に戻るんですね？いえ、元の世界には戻りませんよ。ただあなたがこれから世界を構築しやすいようにベースとなる本を作るだけです。本？はい、本です。それも白紙の。これからサキさんをはじめとするたくさんの方々が思い思いに絵を描いて世界を作っていくのです。面白そう。ぜひよろしくお願いします。俺からも頼むよ。はい、もちろんですとも。それでは世界の土台構築にアルファージのエネルギーを少し使わせていただきます。構築には少し時間がかかりますから、その間お話でもして待っていてください。それではお二方、ベースが構築されたら素敵な世界を描いてくださいね。 Was here, was I'll share。ストーンヘンジに行ってみよう。